余裕じゃねえか、ボルト。真打ちは遅れてくるくらいがちょうどいいんだよ。ボルト頑張れよ。ねえ、ルールのある忍び組手だ。地面に倒した方が勝ち。さあ、遠慮はいらねえぞ。で、勝つ。を踊りにするか。ボルトはなかなかの玉だね。どうなったの？いくらマジか。悪くねえ。何がどうなってやがる。おまかすきじゃねえだろうな。そんなつもりはねえよ。なんで勝負しろってばさ。何企んでるか知らねえが、どうじゃねえか。君たち親子も一度勝負してみれば。めんどくせえ。人形を渡してやる。ボルト、ハト、ハト、いつの間に追悼なんだ。2枚目の右手を封じた上で、ね、手の喰らえ。ライトン、追悼の波に雷を。掛け合わせか。でも負けたな。水が。あ、いや、術を吸収してる。ムカつく真似してくれるじゃねえか。忍びは裏の裏を読め。よし、そこまで。いって。でか。血だけをその場に残しておとりに。術の吸収なんだ。どうやっぽだったってばよ。強くなったな、ボルト。とはさっき何か魂胆があるんじゃねえ。実験台だったってことだろ。力がどのぐらい上がったか。手の術を吸収して無効化できるまま放出とまではいかねえがな。のかよ、科学人具はよ。ダメっつっといて父ちゃんも使ってんじゃねえかよ。いや、あの女成長したかと思ったがな。とは使い方だ、サスケさん。ある面ばかりに目を奪われているものを見落とすことになる。君は裏の裏を読めって言いたいんだ。てるじゃないか。戻ったの？ついさっきな。で、収穫は？組織こそ裏の裏。一つ確かなのは、身の危機はまだ去っていないってことだ。